おはどうもなつめぐですどうもなるみですこないださうん <laughs> もしクイズだとしたらそれは分からんよ <laughs> 分かれよそんなのどんな仲いいカップルそれはこないださこないださ <laughs> <laughs> じゃあ早押しボタン早押しクイズだとしてもその後の一文字目を聞いて押すのよ <laughs> この間竹村さんのノートが素晴らしい内容だと話したじゃないですかしたうん なるるみさんが編集まで時間かかってるやつねあそうそうそれそれ、うん、であれに関連するんですけど、うん、この間ボイシーの尾形さんのノートに僕がゲストで出ましてあった、ね、このノートなんですよ尾形さんってボイシーの社長ですけど、うんあのー、結構長くノートにこのボイシーという会社を作ったこれまでの経緯とかその時考えてることみたいなのをノートに 3年にわたって結構長く連載して、うん、1> で、一回一回かなりの長い文章でね、3000字とかを定期的にずっと更新し続けてきたんですけど、なんとそれを書いてたのが全部僕だったっていうカミングアウトをしてるわけですよ。うん。なので、これ見てほしいんですけど、これまでね、このボイス小方さんの記事だと、いや、こうやって長い記事書くのも大変だなとかね、 結構書いてあるんだけど、それも全部。書いていん書いてましたっていうね。ねそういったネタバラしかになってまして。うん。これ結構面白いんで読んでほしいですね。どうすれば社長がコンテンツを出し続けられるのか、編集者と考えてみたっていう記事ですね。これね、僕もう、ほんと3年ぐらい、毎週、各週くらいかな。各週土日、岡田さんとズームで1時間ぐらい喋るんですよ。うん。今日は何の話しましょうかっつって。 あの昔のあの件について振り返ってみますとか、最近出たあのサービスについて語ってみましょうかとか、今だったらね、なんか、ボイシーと、例えば音声コンテンツと AI みたいなネタどうですかみたいなネタを振って、うん、で、岡田さんがもうバーって喋るんですよ、1時間。うん、で、その音声をもとに僕が記事を作り、岡田さんの名義で公開すると、そういったシリーズなんですよね、なので。うん 3年ぐらいもう完全に影虫やってたわけなんですけど、それが今回、突然公開されて、堂々と、なんだろう。言えるようになった。言えるようになった。まあ僕、誰でも言う必要はないんだけど、公開されましたねって感じですね。で、前も話したけど、結構こういうのありだと思うんですよね。うん、社長が自らコンテンツを作るのってなかなかだるいしね、時間もないわけだから、なんか分かる人が近くにいて、肩代わりしてあげた方がね、お互いいいと思うのでね。 うん、なので初公開ですけど僕はこういう誰かの記事を代わりに書いてあげるアルバイトもやっておりますのでよかったらお声かけくださいおっていうお知らせですこれなんでバラそうと思ったのなんでなんだろうね向こうからなのそう突然バラすって言うからさ「えー、なんでですか?」って聞いたらなんとなくもう言いたくなったみたいなこと まあそありだね、あのむずいのが、鎌田さんの記事とかあの、前の竹村さんの回でも話したけど、鎌田さんの記事とかちょっと言われたんだよね。お前書いてないんかいっつって。あ、そうなんだ。そうそう、だから追記でさ、多分この記事はっていうのが注釈入ってんだよね。前も言ったけど、でも本とか全部そうだからね。いろんな人のね。堀、うん、モンとかひろゆきの本なんてもう完全にそうだからね。あの箕輪、まあ、さん系のやつ全部そうだもんね。うん。弾き語り形式だもんね。ね。 へそう、これまでね、こういう風にやってましたっていうのは書いてあるので、よかったら、この岡田さんと僕の対談の記事、読んでみてください。結構面白いと思いますよ、この、なんだろう、自分の会社で温デ目でやってるとかね、例えば、うん、広報とかで会社のことを出していく仕事してるとかだと、平行、うん、選ば楽じゃんみたいなの、もしかしたら学びになるかもしんないので。ううん、うん、ね、まあ、この話は前回、多分うん。 いいっぱいしてるから改めて今回はそんなにちゃんとは言わないけど、うん、まあ編集者がいるのはいいことだよなと思う顧問編集みたいなねうん、うん、そうっすねそうその実例が僕でしたという感じですねはいはい価値をつなんか伝えるのむずいけどこうできるなら1週間で終わりとか1ヶ月で終わりとかさ3ヶ月で終わりじゃなくて三、うん、3年になる店やってたっつったじゃん、うん、なんかそうなってくるとこう話しやすいんだよなこうさうん、うん、社長からしてもあん時の話とか うん、なんか緑の話みたいなのがさ通じるから楽じゃん。あそうですね、うんこう。ハイコンテクストな単語だったり、うん、あ,んあの時きやばかったからその時について話そうとかを話せるのは楽だし、うん、あと、いっぱい人の話聞いてると、頭の中にその人を会話させられるじゃん。うんうん、それはあると思うそれめ。そうなると、この記事書く側も楽だよね。うん、こう社長はこう言うなってって。で、社長からしても、ああ、そうそうってなるから。 そこがないんだよねだからね、これ、お互い長くやったほうがいいんだよね。そうなんだ、ほんとそう。でも、それむずいんだよな。うん、なんか、でも、じゃあさ、鎌田さんの記事とか、竹村さん、すごくて、あの、もう、うん、すごいの作ってね、はい、すごいの作りましたで、ボッカーんって言ったけど、んそんなのってほぼないからさ。そうだねあの。うん。で、蓄積していくことに意味があって、求職者とか、ちょっとじゃあ、何、今回だと、ボイシー入りたいなとか、うん、ボイシーに出資しようかなみたいな人たちが、こういうとこ見て、うん、へーほうってこうさ、いろんな。 1>, 1年前の記事見て、えー、なるほど、こういうこと言ってんだって思う場だから、たまっていくことに価値があるから、そう。なんかでも、むずいよな、その続けるためには続けないとだめだけど、そうなんですよ、続かないよ、コンテンツ溜まることにちゃんと価値を見いだせる人だったら続けられるけどね、うん、うん、なかなか続かないんだよ、こういうのってね、続かない、続ける価値がよくわからんからな、うん、続いた後にそうやってはっきりしてくるのもあるからね。うん しぶとくやるしかないわけでなかなか時期の手はできない時期もあったりするからねええー、確かにまあなるみさんちゃんと仕事だとしたらちゃんと話聞くから <laughs> <laughs> ちゃんと話聞くから <laughs> 仕事じゃないとちゃんと話聞かないけどいやいやいや仕事でもないのに8年間夏目さんの話を聞いてるじゃないですかで <laughs> えそうなのってマジかー うん、仕事だと成美さんの話聞くから <laughs> そうするとでしかも聞き方うまいから仕事だとね <laughs> うんだからいいと思うよねこういうのは、うん、これと同じようなのって何ができるんだろう今って顧問編集者って言い方にするとじゃあ、はい、何なんだろうねいやどういう人が他に必要なのかなとかあったらいいんだろうなああこの代わりに何かやる人うん、うん、なんだろうねあれはどうですか顧問ツイッターはどうですか ああでもあれじゃん竹村さんもあれだよまあそうだよねやってるよねうんいやでも<あ>夏目さんがさうもうさツイートするのめんどくさいわけだけど、うん、でもフォロワー1年で5000人ぐらい増やしてくんないかなみたいなそれさめちゃくちゃやってほしいニーズあるよねうんで社長とかがさもう思いつきで適当なこと言っちゃってると結構もう何、うん、だろうリスクもあるしさコロコロそんなこと言ったら ダメだよっていう人たちもいっぱいいるから。うん、そうよ。うん。そうだね。なんか、ツイッターラーみたいな人だったらもう取り上げれないけど。うん。あ、まあ、アカウント2つ作ってもいいのかもね。あの、社長ツイート。社長ツイッターアカウント作って。でも、そっちは、顧問編集者が、例えばポイシーだったら、なんだろう。音声配信の未来はこういう3つがある。これとこれとこれ。うん、とか、新しいあ書きみたい。にツイートをさそう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 。 やってあげんのよ。あいぶうちぶ変える結構大変だからね、ああいうのもね。いや、あとあれはね、もうね、センスよ、センス。うん。すまスキルなのかも、すまん、センスだね。結構、ちゃんとさあ<れ>あ、アルゴリズムを意識して、うん、わかるわ。やるわけだから、まあ、面倒だよな。面倒。そういうの代わりにやってあげるのがいいと思う。まあ、コモン編集者の仕事の一つだけどね、それは。うんうん。いや、それありだね。あれできるかもね。カメラマンの人がコモンインスタグラムはできるかもね。ああ、そうだね。 僕の感覚あの、友達たちはもうインスタの方が、Twitter とか見てないけど、インスタの方が見てるから、うん、なんかそっち側の C 向けとかのサービスだったら、そういうのもあってもいいかもね。コモンポッドキャスターはあるんですかね無理でしょう。<laughs> 声が違うっていうね。うん、だし、ポッドキャスター、なんかちょっと違うけど、ポッドキャスターのいいところはその人の素が出てるからいいところうだよね、うんうん。それを嘘つかれてたら、うん、それね、多分聞いてて楽しくない。うん あのツイッターで2秒見るのはいいけど40分その人が考えてないこと喋ってるのっていうのをなんか <laughs> マジで面白くなくないだるいよなそれなだるい読み上げてたりするんでしょう、うん、だるくないえ僕は今から尾形さんの言いたいことを読み上げますって聞く方もつらいな <laughs> 聞かないそう、うん、だから音声の良さそう音声は本人しかできないっていうのは逆にいいとこだよねそうそうそう でもあれよ、直近のリビルド、ルイさんの回で公開されてたけど、うん、もう自動でペラペラ喋ってくれるソフトがあって、で、うんうん、宮川さんがちょっとやってみましたって言って、うん、途中からポチって再生ボタンを押すんだけど、もう宮川さんがしゃべってんの。いやそれ宮川さんも声でトート、とうとうそう。で、ートーンで、でもこれ僕喋ってないですよって言って。え、すごで、今、海外だと、うん、こう、なんだ、例えばじゃあ、 成美さんと大地さんの成美さんとひろゆきの変な話みたいなポッドキャストがあって聞くと、うん、バーでて人が喋ってんだけど、うん、若干噛み合ってないなっていうのが全部全自動生成でポッドキャストやへ<ー>出しちゃってたりしてんだってその人に似た声で適当なコンテンツを出せるんだもう似た声っていうかほぼ一緒だよ<じ>だって<ー>ああのその人の声を、うん、あのインプットしてうんああで生成できるんだそれでそうそれこそよく言う マジックワードとして言われてる AI じゃなくて、ちゃんとした自然言語処理とかそういうので処理され。うーん。そっか、じゃあ、僕とラスメさんの声なんてネット上にいくらでもデータがあるから、僕らできるだろうね。シンドングレーヘムではできるわけだね、うん。できると思う。これやってみたいよな。うん、怖いけどね。え<ー>、ね、それ、言わせる言葉っていうのはテキストに入力するの多分音声で入力するんだと思う。あ,あ<の>、なんか違う人が喋ったら、それを僕の声で。 適当に言言っっててくくれるんだ同じことそうそう、えっと、インプットをじゃあ成美さんが例えばじゃあこのどんぐりの配信を MP3 にしてポコってアップロードしたらこの声で好き勝手喋らせられるってう,うんすごい時代ですねねえそうだね変まあでも今でもツイッターでも別になりすましとかできるからまあまあそうだね何が本物だっつうのは実際分かんないっちゃ分かんないんだけどね こんな面白いトークがドングエヒムなわけないって言ってバレるんじゃないですか。<laughs> <laughs> 本物はもっとつまんないぞっ,つってバレるっていう。<laughs> ボイシーがその創業直後でヘイの社長やってる佐藤悠介さんがボイシー、うん、多分5回ぐらいだけアンチョビとなんとかみたいなやつで公開してたけどその中で話してたな今後はそういうディープフェイクがめっちゃ増えて、うん、こう判断がつかなくなるっていうのをもうむちゃくちゃ前にうん、うん。 そういういのすごい押しててそれが今だんだんなってきたんだろうねうん、うん、そうっすねうんまあ動画ができる場合だからね音声だってできるようなそれはないねうんへえ古文編集この成美さんこう搬送してうん積み上げていくのすごい得意だと思うけど、うん、なんか僕もできそうだなと思ったけど2年やるとかはできないけどあれだね一発こんあー確かに 上場し、うん、<laughs> しました確かに。ノートとか単発は夏目さんやった方がいいかもね。<意>僕はずっとやるのが得意だけど、とにかくこの記事だけバズらせればいいっていう時に、うん、なりふり構わずやるじゃないですか。もう違法すれすれみたいなところまで。うん、<laughs> <laughs> そういう時は夏目さん起用するのはいいですよね。それありだよね。あのうん、それとも、もはや PR 施策だよね。そうなるとね。でもそれあてるよね。 なんだろうその人と話したりとか、あとその人の記事とかをいっぱい見て、頭の中にめちゃくちゃ憑依させないとできない。うん、でも、憑依させたらすげえできる。うんうん、魂すごい使うけど。うん、確かに。じゃあ、れじゃない成美さんのプランメニューの中に1個入れといてよ。あのナツレグプラン入れときますか。<laughs> プラス10万円かかるんですけど、うつっ、うん、一発、単発でお願いしといてはこっちの方がいいかもしれないですね、つってね。うん、で とはいえ、僕って結構、なんだろう、体言止めと口語みたいなのがぐっちゃになったりとか、読みづらかったりするから、最後の精読というか、編集部分だけ、成美さんがさーってやれば読みやすくなるし。うんだって僕も点とか句読点なんか、もう、トン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 だな、みたいな、なんかそういう感じで <laughs> <laughs> 開業してるから。そうですね。文法的に学んでるわけじゃないですからね。そうそう、なんかもう、音読して読みやすいな、よし行けるみたいな,な、そういう感じだから。とかで正直 ある程度まではくけどそこから先シェアされるかされないかって運とかもあるからうん,、うん、なんかその時にあんまり目立ったニュースないとかいや本当だよな北朝鮮からミサイル飛んできましたん、ね、そうそうそ,うそうしたら <laughs> そ,あのでそれで土日挟んじゃったりしたらもうシェアされないからそうだ,よ、ねうんうん、だからねそこは若干いろいろ運だったりとか、うん、本んになぜかシェアされたりするからわかんないけどまあある程度まで行いけるなとあと僕もそうなんだけど そういうい一発魂込めましたノートが1個あると、うん、プロフィールとして使いやすいうん、うん、これ読んどいてくださいって,ってそうね人に送りつけるのが1個あるのはねねめっちゃ便利だよそうその魂込むったやつが1個あると、うん、なるほどねじゃあこういう顧問編集なるみにお願いしたい方はドングリー FM アカウントに DM をいただけたら夏明 <laughs> <め>具が <laughs> 対応しはい 半分抜いてなるみさんが動いてくれると思うんで待ってます